皆さんこんにちは、キスケです。ということで本日も全スパーキングウルトラレアリティキャラクター最強キャラランキングやっていこうと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。毎度のごとく、まあ全キャラ最強キャラランキングは E からゴッドの、10段階評価でつけていきます。で、貫突統一ランキングになってます。で、各ランク帯での、まあ、目安、このランク帯にいるキャラクターはまあこんなもんだろうなっていう目安として、こういう画像を作ってみました。はい、じゃあ早速見ていこうかな。 E ランクから、まずは E ランクこちらです。はい、 E ランクになります。まあ E ランクは言うことないですねE ランクは特に言うことなし、レジェンズ内での負け組となっております。まあ前回覚醒すればね、わりかし面白そうだなっていうキャラクターはまあちらほらいるけどね。で、個人的にはね、パンちゃんとかさ、覚醒してほしくない。スパーキングのパンちゃんっていないですよね、1体しか。あのハニーパンはいるけど、あいつエクストリームやもんね。まあだからそのまだ1体とか、その母体が少ないキャラクターっていうのをなんか全開覚醒すると結構面白そうだなとは思うんですけどね。どうですか？まあでも今更覚醒してもどのパーティーで使うんやっていう話になっちゃうとちょっとあれなんですけど、まあ久々にパンちゃん使いたい、パンちゃん好きっていう人絶対いると思うんで、まあ、この辺ちょっと覚醒してほしいよね。ということで E ランクでした。お次は D ランク見ていきましょう。こちら、はい、D ランクになります。まあ D ランクも、E ランクとそこまで大差はないかなっていう、印象かな。まあそうね、 PVP で使うのはちょっと厳しいキャラクターが勢ぞろいっていう感じかな。まあでもね、なんか各パーティーを強化してくれそうなキャラクターっていうのがいるのかな。なんか最近の全開覚醒ってさ、なんか新キャラに合わせて同じ色で全開アビリティに乗るように覚醒しますよみたいな、すごい多くない？あんまり好きじゃないんですよね、そういうの。だ最近で言うと、リミテッドのトランクスが実装されて変身ご飯が覚醒しますよっていう、まだ来てないけどね。あんなん露骨すぎるやん。だそういうのはちょっとあんまり好きじゃないんですよね。どっちかというと、その各々のパーティーにその足らない色をこの全開覚醒のキャラクターで補ってくださいねっていう感じだったらわかるんですけど、そういうのじゃないやん最近。だそういうのはあんまり好きじゃないなっていう、独り言です。例えばこの中で言うと、まあそうだな、ベジータ一族の赤色とか、このスーパーベジータを全開覚醒してこいつで補ってくださいねみたいなね、例え話ですよ。まあ、そういうのやったらわりかし全開覚醒させようっていう欲が湧くんですけど、なんかとりあえず新キャラに全開アビ乗せる枠で覚醒してくれやっていうのはね、あんま好きじゃないんだよな。っていう最強キャラランキングで愚痴をこぼす男であった。ということで D ランクでした。お次は C ランク見ていきましょう。こちら、はい、C ランクになります。まあ、C ランクになってくると、まあこいつか、次全開覚醒するので、まだ来なかったね。その新キャラクターと同時に来るかなとは思ったんやけど、まあおそらく、水曜に、来るんじゃないかなって思います。24日やったっけ。で24日ってね、いろんなアップデート来るんですよね。 PVP のそのグループ分けとかも来るし、今 Twitter 見たらね、であれも来るよね、そのカジュアルマッチが変わるみたいなのもつい先ほどツイートがあったんやけど、まあまあまあそのタイミングで来るのかなとは思います。はい、まあでもね、変身キャラクターやからワンチャンね、結構強くなりそうではあるんやけど、新キャラのリミテッドトランクスを超えるのかって言われると絶対そんなことないと思うんで、まあこれは覚醒したい人だけ覚醒させてくださいねっていう感じだとは思います。ですでにこのランク帯で全開覚醒のキャラクターがいるんですけど、こいつらはもう救えないですね。救えたとしても全開アビリティ枠っていう感じかな。個人的にはやっぱね、変身クーラー、最近ドッカンバトルでクーラー来るんでしょ。
まあ、違うゲームの話するのはどうなのかなとは思うんやけど、まあ同じドラゴンボールのゲームなんでね、言っちゃうと、まあそのつながりでこの変身クーラーを全開覚醒させても面白いんじゃないかなって思うんだよな。変身シーンマジでかっこいいからね。マスクカシャーンってなるところ、あれのウルトラ欲しいなとは思ってます。お願いします運営さんということで、C ランクでした。お次 B ランク見ていきましょう。こちら、はい、B ランクになります。 B ランクもね、もうちらほら全開覚醒のキャラクターが、揃い出してるっていう感じではあるんやけど、まあ、B ランクの全開覚醒もやっぱ PVP で使うってなるとちょっと厳しいかなって思います。うん、やっぱ上位互換がもうすでに存在するっていうのと、やっぱ覚醒のステータスだけだとちょっとどうしようもないっていう環境でもあるんで、まあ厳しいよね。うん、全開アビリティ枠として使ってあげるしかないっていう、そんなところかな。ただ個人的には覚醒したら面白いんじゃないかなって思うキャラクターがまあちらほらいて、ゴルフリとか、うん、まあでもな、天使ゴールデンフリーザいるからなっていうのもあるんですよね。個人的にはまあ悪の系譜好きな身からすると赤色のキャラクターがちょっと覚醒してほしいなとは、うん、思ってるけど、もうさすがに悪の系譜プッシュはないかそろそろクーラー欲しいな。今の悪の系譜マジでフリーザパーティーやからな、ちょっとね、うん、欲しいところではあるよね。まあ、他に覚醒したら面白そうだなって思うのは、そうね、なんかいる？変身ベジットとか？いやでもな、ウルトラスーパーベジットいるんだよな。っていうのが多くなってきてるんだよな、もう最近。このキャラ覚醒してもどうせ上位互換いるしなっていうキャラクターがほとんどで、まあ、その辺の穴をつくのは結構難しいのかな。うん。っていう感じでした。B ランクでした。ではお次、A ランク見ていきましょう。こちら。はい。A ランク2になります。A ランクで初めてのレジェンズリミテッドのキャラクターが登場したんですが、ビルスはもう終わりですね。終わり絶望です。もう今現状のレジェンズだとこれ以上強化しようがない領域にまで来てます。全開覚醒もしてるし、レジェンズリミテッドやし、専用のユニークフラグメント持ってるプラス覚醒もしてるし、うん、これ以上ないぐらい強化して A ランクちょっと悲しいけどね、はい、っていう感じかな。うん、まあ他のキャラクター、ああそうね、この最終形態フリーザ、こいつを全開覚醒してくれれば、まあ今の悪の系譜がさらに強くなるのかなとは思うんですよね。だからこういうキャラクターを覚醒してほしいんですよ、僕は。どっちかというと今だとさ、例えばこん中だと誰だろうな、まあもう時期は過ぎちゃったけど、例えばこのベジータブルーを覚醒させて、極ベジ、レジェンズリミテッドの極ベジに全開アビリティ乗っけてくださいねみたいな覚醒が多いじゃないですか。それがね、ちょっとあんまり、好かないというか、今だとそうね、このイカリトランクスを覚醒させれば、未来パーティーの黄色枠ってさ、無料トランクスでちょっと落ち目の石腕ご飯ぐらいしかいないでしょ、いないでしょ。だからこのイカリトランクスを覚醒させて、そのちょうどね、そのスーパーサイジントランクスのリミテッドが出たんで、未来パーティーの黄色枠としてこいつを採用して補ってくださいねみたいな使い方できると結構面白そうだなとは思うんですけど、そういうことはしないんだよな。なんでなんでしょうかね怒りトランクス覚醒したら結構面白いと思うんやけどな、はい、っていう感じでした。A ランク、なんか下のランク帯は文句ばっかやけどこいつを覚醒させてほしいなっていう願望ばっかりやけど、まあまあ下のランク帯はね、ちょっともう正直言うことあんまりないんで、はい、A ランクでした。でお次 S ランク見ていきましょう。こちら、はい、S ランク2になります。 S ランクぐらいになってくると、まあ PVP でも使っていけるかなっていう、レベルになってくると思います。特にさ、このレジェンズリミテッドの身勝手なんて使用率トップ20で20位にいたよね。すごくない？あれって。もうかなり昔の前で、耐久もなくて火力も全然ないけど、まあ身勝手の兆しと身勝手の極みを合わせて使おうっていうのがちょこっと流行ったんで、まあその名残で使用率に食い込んだのかなっていう感じはするんですけど、まあもう次はいないでしょ次の
使用率のランキングには乗ってこないでしょうねっていう、うん、印象ですかね。で個人的にやっぱりそのウルトラキャラクターの全開覚醒をそろそろ出すんじゃないかなって思ってて、まあこのあたりが覚醒するんじゃない、そろそろ。だってもうウルトラ悟空が実装して1年経ってるよね。うん、まあだから、うん、結構いいタイミングなんじゃないかなとは思うんですけど、まあそれでもどうなんだろうな。ウルトラ悟空が覚醒すればだいぶ強くなると思うよ。だってウルトラアビリティすごい使いやすいでしょ、サイヤ人でめちゃくちゃ使いやすいし、でユニークフラグメントもあるし、で火力に関してはまあそこそこもう今でもまあ出るし、ユニークフラグメントつければ、まあだからね、初めてのウルトラ覚醒は、まあ、おそらく悟空になるとは思うやけど、ちょっと期待して待ちたいなっていう、感じかな。はい、そんなところですね。S ランクでした。じゃあお次 S プラス見ていきましょう。こちら、はい、 S プラスになります。まあちらほらと、新しい無料キャラクターが、まあ、実装されてるっていう感じではありますね。はい、まあでもな、最近の無料キャラクターマジ優秀よね。新しく追加されたセルなんてマジ強いからね。うん、普通に未来の黄色枠として採用もできるし、人造人間パーティーの黄色枠としても採用できる、まあ盾役で援護キャラクターやしね。うん、だいぶ優秀だなぁとは個人的に思いますね。ただね、無料キャラクターはやっぱり落ちるのも早くて、なんか結局新キャラクターにどんどん食われてって使えへんなみたいな感じになりそうなんで、まあまあ、うん、で落ちてきたやつらがこいつらって感じか。はい、こいつらっていう感じですね。うん、ただね、 S プラスになってくるとたまにね PVP で見るんですよね。俺最近当たったのがこの覚醒部、うん、最近当たったんですよ。でやっぱうざかったわ、交代禁止。まあだから各々何か強いところがまあ一つでもあれば PVP で戦っていけるのかなとは、うん、思いますね。たださすがにこの中から覚醒するってなるとかなり強くなっちゃいそうなんで、すごい抑え気味に作られそうではありますよね。はい、ということで S プラスでした。はい、じゃあお次 Z ランクかな。まあぶっちゃけこっからぐらいが本番っすよね。ということで、まあ、サクサク来てるとは思うんですが、 Z ランク見ていきましょう。こちら、はい、Z ランクになります。ここまでになってくると PVP で戦っていけるね。でまあ注目すべきキャラクターは天津飯、いつ直すんだと。うん、で17号18号もまだ直ってないんですよね。で正直さ、前代未聞じゃね。俺が知識ないだけかもしれんけど、未完成のキャラクターを販売するってどうなんだ。どうなのこれって。忖度なしで言うけどなしじゃね。うん、結構ひどい商売してんじゃねえかなって思うんやけど、まあでも楽しみなんだよな、正直言っちゃうと。そのライジングラッシュを弾きつつダメージを与えるじゃないですか、こいつがない能力って。まあだからそれの演出とかもちょっと見たいし、まあそれでライジング環境が終わるのかって聞かれるとそんなことはないとは思うんやけど、まあその爆速ライジングが嫌っていう人の、まあ、明確な答えになるわけじゃないですか。天津飯採用しろよって言われてしまえばもうそれまでになっちゃうキャラクターではあると思うんで、ちょっと楽しみよね。うん、ちょっと楽しみではあるんやけど、いつ。もうそろそろでしょ。天津飯実装してから新しいガチャ始まっちゃったよ、ドランクスの。大丈夫かそれって、ちょっと不安ではあるけどね。で個人的にはね、ガンマ1号とガンマ2号のイラストを描き直してほしいなっていう、それかもう新規モデルでまた実装してほしいなとは思うんですけど、そのドラゴンボールスーパースーパーヒーローのキャラクターはそのモーションをめちゃくちゃ作り込んでるから、そのユーザーに期待できる、期待に応えるようなキャラクターに仕上げるんで時間かかりますみたいなことをこの前のゆるレジで言っとったんで、まあ、当分先でしょうね。うん、まあ早くてフェスティバルで、遅くて5周年になるんじゃないかなとは思ってます。うん、まあなんかその間にちょろちょろ出るかもしれないけどね。
ガンマ1号ガンマ2号なんて、それこそアルティメットご飯とか潜在能力解放ピッコロとかは、まあそれまでに来るかもしれんねんけど、やっぱり大目玉となるご飯ビーストでオレンジピッコロ、まあセルマックスは出ないにしろ、うん、この辺のキャラクターは、まあ、早くてフェスティバル、遅くて5周年、めちゃくちゃ遅くて来年のフェスティバルみたいな感じになるのかなとは思いますね。はい、そんなところかな。うん、まあでもこう見ると Z ランクでもちょっと厳しそうやなっていうのは見え隠れしてるよね、 PVP で使うには。まあでもまだ戦えるか。うん、ということで Z ランクでした。お次は Z プラス見ていきましょう。こちら、はい、 Z プラスになります。Z プラスのキャラクターは、セルですね。うん、セルを追加しました。まあ、Z でもいいかなとは思ったんやけど、やっぱそのいないんですよね。未来パーティーの黄色とか、人造人間の黄色のキャラクターって古めのキャラクターばっかりで、まあ需要があるのかなっていう、うん、使用率とかも考えたタイミングで、まあそういう需要もあるかなっていうことで、まあ一応 Z プラスには置いたんですけど、まあ、Z プラスの中でも最下位みたいな位置かな。うん、セルは。ただ強いよね。非常に優秀だと思います。まあ、使いやすいメインアビリティ、必殺ドローもあるし、体力回復もあるし、で落ちバフもあるし、カウント短縮もあるし、まあこれといって弱いところは、うん、特に見当たらないのかなっていう印象はあるんですが、まあでもすぐになんか変えが効きそうですねすぐに代わりのキャラクターが登場しそうではあるんですけど、まあまあまあ悪くないんじゃないかなとは思います。まあ他のキャラクターもそうね、落としていいキャラクターもちらほら出てきてるかな。キラベジとか、まあバーダックとか、オーザルベジータ、ザマス&ブラックで変身ピッコロ、この辺りは、まあ、Z ランクでもいいのかなとは思うんですけど、うーん、こいつらの中に入れるにしてはちょっと強くねって思っちゃうんですよね。まあだから、現状は Z プラスに置いてるっていう形になります。まあ、これからどんどんキャラクターは増えていくと思うんでね。全部でね272体っすよ、多すぎやろっていうまあでもそれだけレジェンズが長く続いてるっていうことなんでね、これはありがたいことではあるんですけど、うん、まあ、Z プラスはだいぶ活躍してるキャラクターとあんまり PVP で見ないキャラクターが、まあ差がはっきりしてるとは思うんですが、こんなもんじゃないかなって思います。ということでお次はゴッドランク見ていきましょう。こちら、はい、ゴッドランクになります。まあいろいろ落ちて新しいキャラクターも出てきてっていう感じですかね。まあ注目すべきは3体のキャラクター、ウルトラ海洋拳とリミテッド悟空ベジータと新しく追加されたスーパーサイジントランクス、うん、まあこの3体かな。まあ先に新キャラクターの解説していこうかなとは思うんですけど、普通に強いよね。うん、そのなんかコメント欄で見た感じだとなんか分かれてるわ、うん、ぶっ壊れっていう人と、まあ別にそんなじゃねみたいな言ってる人と、結構なんかばらつきがある感じではあるんやけど、なんかゴッドぐらいじゃねっていう意見が多かったっすね。うん、でまあ僕もその意見に賛同するかな。やっぱね、救急加圧2回打てんのつるくね。でしかもめっちゃ簡単やん。そのウルトラゴジータとかは味方2人が戦闘不能になって初めて救急加圧を引っ張ってくるんで、まあそれに比べると特殊圧1回打つだけで救急加圧を引っ張ってくるっていうもうずるいよねこれ。うん、だいぶずるいなとは思うんですが、まあ強さですよね、それが新キャラクターので。プラスバニシング 70% 回復、あるんで、まあ、バニシング奪われても特殊絡めて救急加圧打って、時間稼げるみたいな状態に持っていけるのはだいぶ強いんじゃないかなって、思います。でアーツドローね、うん、もう今や新キャラクターには当然となっているアーツドロー、かなりコンボ力も稼げるし火力も高いし、実質余ダメージ 150% ぐらい乗ってるからね、トランクス。
だからめちゃくちゃ凸高い状態で使うとかなり破格の性能にはなるのかなって、思ってます。やっぱ強いよ。で、打撃アーツに射撃アーマーついてんのも強いわ。うん、こう考えると強いとこしかなくねって思うんやけど、やっぱないところはなくて、例えば特殊カバチェン無効とかで、あと泥足とか、うん、その辺がつけば、まあどっちかつけば全王ランクにいったのかなとは思うかな。うん、まあその2つがないから、結局特殊カバチェンを外すか外さないかの爆地キャラクターみたいな感じに、うん、なっちゃってる節もあるんで、まあ、その辺がちょっと難しいところではあるのかなとは思うんですが、僕の中では結構、うん、ゴッドランクの中でも、まあ、上位の評価をしてますね。はい。で、全王ランクから落ちてきてしまったウルトラ海洋拳と悟空ベジータ、まあ、まだまだ強いんですよ。まあ、ゴッドランクなんでね、腐っても。落ちちゃったけどゴッドランクなんでまだまだ強いんやけど、やっぱり明確に数が減ったね。PVP で見る回数がもう目に見えて落ちてると。うん、いうところもちょっと評価して落としたっていう感じではあるんやけど、まあそうね、ウルトラ海洋拳悟空に関してはウルトラベジットが同じ色で来ちゃったっていうところで、まあ評価がガクッと下がっちゃったっていう印象かな。で、悟空ベジータに関してはそもそももうそろそろ7、8ヶ月ぐらい経つのかな、実装して、うん、っていうところもあってちょっと苦しくなってきた、うん、っていうところもあるかな。で、今の環境的に黄色が強いっていう環境でもあるんで、緑も強いじゃないですか。で、その2枚が強い環境だとちょっとね活躍しづらいっていうのもあるのかな。で、紫染めパーティーによく入ってんの見たんやけど、そもそも紫染めパーティーがもうさすがにきつすぎるということで、まあゴッドランクに落としたっていう形になります。はい。まあ、でもこう見るとゴッドランクは何体いるんだ、12体、いますね。まあ、なかなかいい顔してるんじゃないですか。はい。で、この中で次落ちるんじゃないかなって思うキャラクターはホープソードと阪神崩壊かな。うん、この2体の寿命はそろそろつきそうですね。ただホープソードは僕個人的にちょっと評価が上がって、なんかトランクスと組み合わせて使ってる人結構見ません？僕結構見るんですけど、普通に強いんですよね。うん。まあだからまだまだゴッドは、ゴッドランクにはいるのかなとは思うんですけど、まあ次下がるとしたら、まあこのどっちかかなとは思います。ということで、ゴッドランクでした。はい、先ほどからちらほらと名前が出とったんですけど、ゴッドランクの上、全王ランク見ていこうかなと思います。全王ランク、こちらです。はい、面が違うね面構えが違うね。かっこよすぎひん、こいつら。もう今のレジェンズはこいつらです。はい。今までのその E ランクからゴッドランクの紹介、まあゴッドランクは違うか、 Z プラスぐらいまでの紹介が茶番なんじゃないかって思うぐらい、もう PVP こいつらしかいないです。うん、しょうがないね、強いから。でもこう考えるとさ、やっぱり執念キャラって偉大っすよね。うん、ほんまに17号18号に関してはイレギュラーだと思ってて、やっぱ何かの記念日に登場するキャラクターはやべえよ震えが止まらん。だってこれあれよ、この前3体でパーティー組めば PVP 買っていけるよ。うん、まあ、17号18号もね、なんか身勝手と合わせて赤紫染めで戦うみたいなのはちらほら見るんやけど、やっぱこいつらが牛耳ってるね。こいつらにどうやって勝つか、こいつらを使うしかないんすよっていうのも相まって、やっぱり全王ランクのキャラクターがめちゃくちゃ流行ってるという感じですよね。うん、個人的にはね、その強いキャラクターがいる環境っていうのは正直いいと思ってるんですよ。うん、そいつらをどうやって倒すかみたいなところもなんか考えるの楽しいじゃないですか。で、僕が好きなのはその全王ランクのキャラクターをなんか Z プラスとか Z ランクのキャラクターでメタって勝つみたいな環境が好きなんやけど、今ちょっと無理
今はちょっと無理ですね。うん、ちょっと性能が破格すぎて。だからこいつらを倒すにはもう全王ランクのキャラクターを使えよっていう、結局そういう感じになっちゃうんで、まあ何かのパーティーが一強環境っていうのは結構好きやけど、ちょっと最近の環境はつまんないかな。こいつらしか見えへんからね。もうちょっとバリエーション増やして、なんかいろんなパーティー見れる環境になってくれれば面白いかなとは思うんですけどね。うん、ということでいかがだったでしょうか。まあ E ランクから全王ランクまで、11段階評価ですね、下見たんですけど、まあ皆さんの感想をコメント欄にどんどん書いてっていただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。